平野翔、岩優太、神宮ユータ、神宮寺ユータがフェスに降臨。マイクワイヤードミュージックフェスティバル一獣イ用オ24完全攻略ガイド。ナンバーアンダーラインアイ、新曲初披露。ワイヤードミュージックフェスティバル一獣イ用オ24ライブ映像全まとめ。10月13日に愛知愛知スカイエキスポ、愛知県国際展示場で開催されるライブイベント。 ワイヤードミュージックフェスティバル一巡引用腑に4の追加出演者が発表された。ナンバーアンダーラインアイは、最近話題を呼んでいる音楽ユニットとして、多くの注目を集めています。そのメンバーである平野翔、岩ガン・ユータ、神宮寺・ユータは、それぞれが高い人気と実力を持ち、個々の活動でも多くのファンを魅了してきました。彼らが今回、ワイヤード・ミュージック・フェスティバルに出演することが決まり、 多くのファンが彼らのパフォーマンスを楽しみにしています。ワイヤード・ミュージック・フェスティバルは、多くの国内外のアーティストが一同に会し、音楽ファンにとって特別な一日を提供するイベントです。今年のフェスティバルには、ナンンバーアンダーアダラインアイの他にも、ワトソン、ガカール、チコ・カーリトといった実力派アーティストが新たに加わり、フェスティバルのラインナップがさらに豪華になっています。これまでに発表された NLE ・チョッパーやウイチ、 千葉結城などとともに、ナンンバーアンダーアダイン1 i の出演が発表されたことで、フェスティバルへの期待はさらに高まっています。彼らのパフォーマンスがどのような驚きをもたらすのか、音楽ファンにとって見逃せない瞬間となることでしょう。このフェスティバルは、音楽の多様性や新しい表現を追求する場であり、ナンンバーアンダーアダイン1 i がどのようにその場を盛り上げるかは、多くの人々の関心を集めています。彼らが届ける音楽が、 どのようにフェスティバルの雰囲気を変えるのか、そして観客との一体感をどのように生み出すのか、そのすべてが楽しみです。ワイヤードミュージックフェスティバルでのナンバーアンダーラインアイのステージは、彼らのファンにとっても、音楽シーン全体にとっても、記憶に残る特別な体験となるでしょう。音楽フェスティバルは、その場所と瞬間だけで味わえる特別な体験です。 ワイヤードミュージックフェスティバル一獣インオフ24もその一つであり、音楽が好きな人々が集まって、音楽と共に過ごす一日を楽しみにしています。今年のフェスティバルは、特に注目すべきラインナップが揃っており、期待が高まっています。まず、ワイヤードミュージックフェスティバルは、日本から世界へをコンセプトに掲げて、2015年にスタートしました。その独自性は、ただ音楽を楽しむだけでなく、 新しい文化を感じ、異なるジャンルや背景を持つアーティストたちが集まることで、新たなインスピレーションを与えてくれる点にあります。今回は、アメリカ・メンフィス出身の NLE ・チョッパーや、日本を代表するラッパーのイチ、千葉勇気がメインアクトとして発表されています。彼らのパフォーマンスは、すでに高い期待を寄せられており、観客たちに強い印象を与えることでしょう。そして、 今回新たに追加された出演者には、チコカーリと、ガカーウル、ワトソンといった実力派アーティストが名を連ねています。彼らはそれぞれ独自のスタイルを持ち、その音楽性はフェスティバル全体の雰囲気をさらに盛り上げることが予想されます。チコカーリとの情熱的なラップ、ガカーウルの斬新なビート、ワトソンのクールなパフォーマンスは、観客に新しい音楽の可能性を感じさせることでしょう。さらに、 B.Monkey と StackThePink がオープニングアクトとして登場することも決定しており、フェスティバルのスタートからエネルギッシュな雰囲気が期待されます。彼らのパフォーマンスは、観客を最初から最後まで引き込む力があり、フェスティバルの成功を予感させます。23組のアーティストが一同に会するこのフェスティバルは、多くの音楽ファンにとって、まさに夢のような一日となるでしょう。また、音楽だけでなく、 フェスティバル当日には特設ドリフトエリアにバペカモバージョンのレーシングカー LB レーシング S15 シルビアが登場することも明らかにされています。ドリフトパフォーマンスによる轟音とともに、観客の興奮はさらに高まることでしょう。このほか、複数の特別車両の展示も予定されており、車好きの参加者にも見逃せないイベントとなっています。こうした多彩なアクティビティが融合する、ワイヤードミュージックフェスティバル一重引用に十四は、 単なる音楽イベントを超えて文化的なな交流の場となるでしょう音楽が好きなだけでなく、新しいものに触れ、体験し、共有することが好きな人々にとって、このフェスティバルは特別な意味を持つのです。音楽フェスティバルは、その場でしか得られないライブのエネルギーや観客との一体感が魅力です。しかし、ワイヤードミュージックフェスティバル一重引用圃24は、それ以上のものを提供してくれます。 特に、参加者同士がその場で生まれる一体感を感じ、共有できる瞬間は、このイベントの真髄と言えるでしょう。音楽を通じて新しい友人と出会い、共通の興味を持つ仲間とつながることは、人生を豊かにする貴重な体験です。そして、ワイヤードミュージックフェスティバルは、こうした体験を通じて、参加者に新しい視点を提供し、音楽の可能性を広げてくれます。アーティストたちは、 単なるパフォーマンスを超えて、自らのメッセージやビジョンを観客に伝えます。その瞬間、音楽は単なるエンターテインメントではなく、社会的なメッセージや個人的な体験を共有する手段となります。現代の音楽フェスティバルは、ますます多様化しています。それは、音楽そのものが多様化し、テクノロジーやグローバルな交流が進んでいるからです。ワイヤードミュージックフェスティバル10住院洋風24は、 まさにその象徴であり、異なるジャンルや国籍のアーティストが一つのステージで交わることで、新しい音楽の形が生まれます。このフェスティバルに参加することで、観客は新しい音楽の潮流に触れ、その場でしか得られない感動を味わうことができるでしょう。ナンンバーアンダーアダインアイも出演、ワイヤードミュージックフェスティバルにはトソン、ガカーウル、チコカーリトラ追加。 画像ワイヤード・ミュージック・フェスティバル一重飲用婦24出演者他2件ワイヤード・ミュージック・フェスティバルは日本から世界へをコンセプトとして2015年にスタートした音楽イベント今回はアメリカ・メンフィス出身の NLE ・チョッパー、お市、千葉祐希といった国内外のラッパーとスペシャルゲストのナンバーアンダーラインアイラが出演者として発表されていたところ新たにチコカーリとガカ・画家アウル、ワトソンの出演が決定した またオープニングアクトとして、b ードットモンキースタックザピンクが登場。合計23組が出揃った。チケットは E プラスで販売中。なお当日は、スペシャルパフォーマンスとして会場内の特設ドリフトエリアにバテカモバージョンのレーシングカー LB レーシング S15 シルビアが登場することも明らかに。ドリフトパフォーマンスで爆音を轟かせる。この他、複数の特別車両の展示も予定されている。 ワイヤードミュージックフェスティバル一重引用婦24。2024年10月13日、日曜日、愛知県愛知スカイエキスポ、愛知県国際展示場。オープン11コロン0、スタート12コロン0、エンド20コロン30、予定。出演者。 NLE チョッパーオイチナンバーアンダーラインアイボンベロ千葉祐ウチコカーリと DJ ダルマジョミー PKCZDJ リオウィズフレンズエルテレサーガカアウルージェイピーザワ B コアジア KZM ラナレックスナナヒーラギヒトワトソンエ l エバックスヤングココオープニングアクト B ドットモンキーエールオーエスティースタックザピンク最終的にワイヤードミュージックフェスティバル一重引用譜十四は音楽の力を信じ 新しいいもののを作りり出そうととととするるてて、人々にとって特別なな場所となることは間違いありません。音楽がもたらす喜び、驚き、そして感動を一緒に分かち合い、その場にしかない瞬間を体験することで、このフェスティバルは多くの人々の記憶に刻まれることでしょう。音楽を愛するすべての人々にとって、このイベントは見逃せないものであり、10月13日が待ち遠しい日となることでしょう。